どうもっす。おや、わざわざ見送りに？いや、なんつうか素朴な疑問があって。中村先輩って何年も住んでたくせに、この場所に少しも思い入れとかないんすか？軽蔑されているのかな。僕の求める世界はこの寮にはない。少なくとも今は。今は？僕が寮にいた極星黄金時代、尊敬していた先輩がいた。破天荒であり繊細であり紛れもない天才だった。最高の思い出として僕の心を温め続けている料理人、斎場丈一郎。青春の時そこに彼はいた。そこいらのものとは遺伝子からして違うと思わせる技術とセンスが。ご存知ないかもしれないっすけど、斎場丈一郎、それ俺の親父っすわ。君が斎場先輩の息子？いや、中村先輩、親父と知り合いだったんすね。幸宏君が斎場丈一郎様の？斎場？ええ、幸宏君のお父さんよ。東月出身で元第二席なの。第二席？あ、写真あるよ。前に寮に遊びに来た時のが。それほどの人物を父に。さて、どこまでが偶然でどこからが仕組まれたことなのかな。は？君にも関係があることだよ、幸宏颯真君。僕が東月学園に施した大変革、それは全て斎場先輩をダメにした腐った料理界への救済に他ならないのだから。斎場様をダメにした？その救済は間もなく完成する。僕はラッキーだ。斎場丈一郎の息子にその光景を見せてあげられるなんて。今の言葉どういう意味なんだろう。親父との間に一体何が？お父様のやっていることが斎場丈一郎という料理人に深く関係している。続く？続く？続く！